皆様オラオレンジクレープカルチャンネルのお時間です。今日はですねクレープで神いただきましたをお送りしたいと思います。社会人1年目終わった2年目突入、すごいね。今回の幅のとこ自分が年取るわけだわ。まあそうね、みんなだよ、みんなみんなそうだけど、もしかしてアバターにしようと思う。アバター う, うん、あとくんどいのが食べたい。休憩するのに一回下降りてくる。なんかいや、あなたの休憩が落ちてもらった。アバターに行きましょうね。合う、いちご大福ばりに、ね、アンバターにいちごトッピング最高。あ、それでプレミアムいちごですか。それだけで疲れた。あ、でもいちごジャムとアンバターを使ったらいちごにしよう。仕事じゃなきゃいけない。無理、どうしたと思うに無理。私やばいね。え、だ子供ほど成長がさ、なんだろう、急に大きくなったねって思うから余計だよね。みんなあったさ。残念ながらカルロスにもあったよ。私にもあったよ。昨日とかもね、小ゆかちゃんの3ヶ月4ヶ月のおっさんの顔を見て終わらせるんですか。見たいです、ゆかちゃんのおっさん顔。おっさんなの、なんかね、赤ちゃんじゃない顔してた。旦那がそのままちっちゃくなっちゃった。あ、でも半分ゲストですか。お腹空いてるって言うんですよ。どうしたらいいかね。レジ打ってるだけでお腹空くんですけど。まあ仕事してますからお腹空くんじゃないですかね。ね、しかもね、おにぎりちゃんと2個食べてるんだよ。コンビニで2個だけだからだよ。ちゃんと野菜とかも食べなきゃ。食べてる大きいおにぎり、手作り の, あのミニストップも2個食べてくんです。買って。うん。4時くらい、4時か4時半になるとグーってなるんですよ。動いてないんですよ。そうなの。ゆうと同じ作り方分かるでしょ。やばくないですか。そのデブレデブレ。やめどもね。やめどもね。てか、カルロスも10年目なるんだね、クレープも。10年目。10年経った。おめでとう。まだ10年経ってない。10年経ってない。じゃない。多分7月とかで10年。すごいね。すごいよね。本当にすごいと思う。そんなに経つんだなと思う。そうそうそう。なんか卵焼いてる？ん？卵？やばいやばいやば。罪だって。罪？罪？罪だって。前よりいいよ。海の上乗せるとか。巻ける？ちょっと柔らかめ。巻けるよ。何が？卵？いやいやいや、皮が？皮柔らかめ。パリパリにさ巻ける。こんなになっちゃう。ここなっちゃうから。言うとすらしないっていう。あ、間違えた。まだ早かった。なんで焼いてないの？今の焼いてくれた私食べたよ。あ、本当？あ、そうか。もう決まってたんだっけね。あんバター。あんバターいちご。うん。どうなんだろう、美味しいかな。あんバター生クリームいちご。生クリームいいかな。あんバターいちご？うん。あ、でもちょっと生クリーム、ちょっと生クリーム。あんバターいちご、ちょっと生クリーム？ちょっと生クリーム。あ、ごめん。ちょ。よし。ナイス修正。究極のパリですよ。究極のパリ？うん、あ、でもパリリンゴまではいかない。ちょっと直ってました。パリリンゴ、ありがとうございます。
さんが、ね、そう直ったやっぱバリリンモードになってたでしょ。うん、なってた。よく気づいていただけまして、バリリンになってバリリンバリリンだとちょっとやっぱ可愛くないから、バリリンの方が可愛いよね。やっぱバリリンだよね。バリリンの方が可愛い。バリリンの方がまだバリリンモードに近いじゃん。わあ、美味しそう。でも残しいた。もうガッツリも食べたくなってきたなんか。だからどうせ感動はどんどん見るから。うん。もらうよもう。なんかまた美味しそうなって言ってくるね。ねえねえ、焼きそばクレープまた作ってって言ったら作れそう。なになになに、焼きそば、あ、ヘアメッサーも買ってきてこれでやってって言ってた。おう、あ、焼きそばクレープ、うん、うん、できますよ。本当さ、私たちって無手の注文ばっかするよね。電話ちょうだい。どっちの電話に、クレープ屋さんの電話でいい。いや、あのショートメールをこの前で、あ、ショートメールでもいいよ。え、なんだっけ、レギューだっけ、どこ、どこも私はソフトバンク別に、ただ両方ともちょっとお金かかるだけで。うん、そうだね。ソフトバンクドームとかだったら番号いいんだけどね、今ね、昔なかったんだけどね、他の会社でもね、もう取られるんだよね。確かにやると、うん、もう取れなかったもんね。まあ、でもそのままくれてクレープじゃなくて、そのままくれてくれてくれてな、何起こってたの？パラリラじゃない、パラリラじゃない。欲しいもこの間のペイペイでね、2500円ぐらい返ってくるから、うん、返ってきたやつでね、欲しいもまた買ってくる。宮崎の欲しいも、欲しいも宮崎の美味しい、美味しい。2人で食べてるのに、ペロって食べた。8枚入ってて4枚ずつペロリやもんね。めっちゃ美味しい。あ、そのあんって何やん？粒ちょっと潰れてる粒。ちょっと待って、コシがいい。できたらちょっといい。あ、でもいいよ別に。食べれないわけじゃない。食べれないわけじゃないんだよ。こう治りません。あと人工換気というだけ。食べれないわけじゃないね。残さしに。本当に丸々の粒はやわってなって。もうね、あれですから、私はお客さんの要望に応えるため。ね。いいの？ちゃんとご用意がマジか、すげえ、さすがすぎ。こしあん、こしあん、あ、ブラウンセって書かれてるから、よっ、おー、こしあんが、こしあんで、こしあん、それだけちょっと食べたいんだけど、カルロ、どんなやねん。なんかちょうだい。ちょっと待って、今やってるから。あのね、こしあんね、あ、つぶあんでもね、あのまだ何残っ、ちゃんと潰れてるやつならいいんだよ。あ、結構残ってるやつはあれなんだ、ね、そう、豆っぽいやつ。だ、豆が好きじゃないんだと思う。グリーンピースとかそんな好きじゃないんだよ私が。ね、はい、豆ご飯、いちご、いいの、そんないちごトッピングしちゃって。トッピングして言ったじゃん。言ったけど、美味しそう。で、生クリームちょーってね。ちょっとでしょ。ちょっとこのぐらいね。さすが分かってる。こんぐらいね。さすが。バランス的には。うん。うわー、美味しそう。うわー。なんかもう今日ね、ちょっとね、お昼すごい体に悪いもんばっか食べてね。うん。夜もちょっとなんか甘ったるいなんかね。そうだね。はい、お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。いや、もうすぐできるよ。できる？それは注文したのを見ようか。これは美味しいと一応がっつりいきます。どれ？ウニナーとレタスの目玉焼き。やばい、神。クレープで神いただきました。
オレ流ソーセージ？オレ流ドッグ？オレ流ソーセージってそんな不思議な名前つけない。オレ流ドッグだっけ？ダメだ。俺のソーセージ。おい、それ言ってるのは、ええー、ね。カルロスが一回もこう長寿老してる姿を見たことがないんだよ。オレ流じゃないよね。はい、味見ね。味見。はい。あぶね。俺が買ってきたソーセージ。美味しい。俺が買ってきた冷凍ソーセージ。うん、このコシアン最高。コシアン美味しい。美味しい。うん。うん。日柄は全部我が物に。本当だ。ひでやつ。超ひでやつ。ゴリラ。ゴリラいた？なんでそっち向いちゃうのよ。ブーブーが気になる。ああ。はい。すごいわこれ。すごいな。俺もこれ。はい、クレープドッグの目玉焼きトッピング。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。ありがとう。いくら？二つでいくら？ちょっと待って、計算するね。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。皆様も食べたいなっていうものを言ってみてください。それでは皆様、アディオース。本当にあんな大工だった。あんこがすんごい美味しい。